野島ステラ、松本から中混戦のところ小林美晴が打っていきます。そしてこれが脇坂の背中に当たって同点に追いつきます。本当にね、1点目からの2点目のこの勢いというか流れの中での得点というところはすごく良かったですし、でね、最後多分触ってたってことだったんで、もう気持ちですよ。